どうも、ジュガルです。ダークソウル2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず、素性と贈り物、そして顔、体、全部変えていこうと思います。とりあえず、素性は、まあもう野党で行こうかなと、思ってます。野党かこの剣士か迷ったんですけど、まあ野党で行きます。で、贈り物、これもよくわからないんですけど、何かの化石。で、とりあえず、一旦終わって、体、お、性別変えれるんや。まあ男で行くけど。体格。おお、何？もうちょっと痩せた。痩せた。もうちょっと太った。もうなんかあんま、あーなるほどなるほど。あーなるほどね。まあこれでいいんちゃう？体質。おお、これやろ。あ、じゃあ体格変えてみよう。おお、ごついな。ちょっと、ごつい系がいな。あ、足だけちょっと太いみたいな。あー、こっちの方が強いな。足強い方が絶対な、なんとなく。イメージ的に。うん、これでいこう。オッケー。で、顔。顔大事やで、これ絶対。顔大事。出身？出身？出身は日本やけど。あ、そういうことね。出身っていうことは。おお、やばいやばい。おお、全然ちゃうやん。これは？ほう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 。まあ、白い。白でいこう。神、お、ベッカムヘア。お、ベッカムヘア。ほうほう。これは？おー。な、ブラジルっぽいな。これは？玉木博士的な？玉木博士ヘアで。なるほど、なるほど、なるほど。坊主と。あー、まあまあ。あー、これどれやろな。うん、やっぱこれかな。やっぱ一番なんか。一番かっ、いかついな、こっちの。これが一番かっこいいかな。おしゃれやな。よし。色。色は、え、どこで決めるんや？おう。もちろん、金髪でいこう。よし。まあ、これどっけかな？よくわからんから。眉毛。眉毛は、おうほうほうほう。もうちょっと可愛いね。眉毛はでも普通の感じはいいから。うん、ちょっと太すぎるな。あ、これが一番ええんちゃう？でもやっぱ。太すぎるやろ。あ、これがええな。よし。それか、これかどっちかやな。マイナスでいくか。目の色。目の色もまあまあまあ。うわ、いいね。目の色、緑。まあこれはでも結構、ちゃんと決めときたいからな。もう変えれ、多分一回決めたら変えれないんで。一番やっぱ緑が映えるな。どうしようかな。これごっつい映えるな。ごっつい映えるけど、なんかちょっと。まあいいか、これで。これでいこう。ヒゲ。ヒゲいるな。ヒゲいるよ、ワイルド。おー、ワイルド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 。あー、このヒゲもまあ。あー、これもかっこいいな。あ、こっち系の。うん、ダンディ系のヒゲも。悪くないな、全部。ヒゲ似合うな、こいつ。あ、これちょっと違うな。あー、でもどっちやろ。あ、ちょっとこっちかな、やっぱり。いや。あー、迷うな。やっぱこっちでいこう、ちょっとガッツルメいきたいな。ヒゲの色。これはもちろん同じ色でいこう。違う違う。あ、ちょっと違うな、なんか。ちょっとなんか思ったの違うな。あ、こっちの方がええかな？あ、これやな。これしよう。タトゥー。タトゥー。タトゥー入れとこう。やはりタトゥーはね。お、顔か。顔に入れる感じか。え？なやこれ。よくわからんな。ちょっとダサいな、これは。顔にタトゥー入れるんか。顔はもういらんかな。イメージとしては。なにこれ。
すげえタトゥーやな。ほう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 。なるほど。あ、これおしゃれやな。シャレオツやな、これ。よし、これで適当に。なんか色。なんかないんかな。白。タトゥー何色なんやろ、基本。あ、これでいいかな。あ、ちょっとちゃうな、なんかでも。あー、悩むな、これ。なんか、どんどん変なやつになっていくな。どんどん変なやつになっていく。もういいか、これも。なんか、目の色がちょっとおかしいんかな。いや、おかしくてもええかも。もうちょっと適当にいこう、これじゃあ。黒でいこう。よし。ちょっと目の色変えよう、目の色。目の色がなんか違うな。ちょっとなんか。あ、こっちやな、目の色。うん、これでいこう。で、タトゥーの濃さ。ん？あ、なるほどね。あ、うっすらがええな、どっちかって言ったら。うっすらある感じ？うん、これぐらいでいいかな。オッケー！よし、完成。お、なんかちょっとちゃうぞ、なんかちょっと。ちょっと待って。ちょっとなんかちゃうな。ちょっと顔と体質が全然ちゃうな。あ、じゃあこれはあっとうけど、体格がちょっとちゃうんや。あ、これこんな感じ、こんな感じ。少佐設定。おお、めっちゃ決めれるやん。何これ、年齢年齢おおお、確かに、ちょっと。なるほど、なるほど。もうこれぐらいでいいかな。性イメージ、女らしい。おお、ちょっとやってみよう。どうなる。おお、丸みを帯びるわけね。なるほどね。あー、はい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 。ちょっとゴツゴツするわけやな、男らしくしたら。すげえな、これ。こんなとこに決めれるやん。あー、ちょっとじゃあ、まあ中性的な感じでいこうかな。ちょっとこれぐらいでいいか。形状誇張。え、なやこれ。弱い。あー、出せ出せ出せ。あー、なるほど、出っ張るってことか。これあかんわ。色誇張。これは？あ、なるほど、なるほど、なるほど。ああ、まあ、これぐらいでいいか、じゃあ。肌の色。好調、蒼白。あ、なるほど、ちょっと赤みが。あ、抜けるわけね。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、これぐらいでいいかな。これは？暗い、明るい。おお、なにこれ、気持ち悪い。やばいやばい。これちょっとやばいな。おお、すげえ。逆にみたいな。ちょっと一回これでいってみよう。これ何これ、青？ん？え、動画変わったのか分からへんけど。ちょっと分からんな、動画変わったのか。もうこれはこれでいいか、じゃあ。これは？めっちゃ気持ち悪かったな。ちょっとちゃうな。やっぱこれ色やな。色。色が、多分ちょっとこの肌の色がちょっとこれあかんねん、これが。これをちょっと戻さなあかん。まず。おぉ、全然違う。やっぱこっちの方がいいな。うん、ちょっと明るすぎた。あ、これぐらいでいいかな。よし、これはこれでいこう。全体に。頬の色。めっちゃ決めることあるやん、これ。白。あ、なるほどね、なるほどね。まあ、これぐらいでいい。ほうれい線。まあ、これはこれで OK。髪の毛。あ、これはね、これで OK。あ、これも OK、OK。形状。鼻の占める比率。比率？ああ、外人っぽくなるわけやな。なるほど。ちょっとちゃうな、なんか俺のイメージと。まあ、これでいいか、これは。これ、また分からへんな。え？何が変わったんかもう分からんもんな。あ、若干違う。あ、これちょっとシャープになるな。あ、これでいこう。顔の幅。なるほど、なるほど。狭くしたら。お、全然ちゃう。本田圭佑みたいになった。まあ、これはどれでも普通でいいか。
顔の丸み。これも別にいらんかな。あ、鋭くいくか、ちょっと。もっと。お、いいね、いいね。上下感覚。え？オッケー、これはもうオッケーやわ。形状に。これ何？あー、頬骨。もうこの辺ええかな、これで。とりあえずこの辺はこれでいいわ。目か。あ、目変えたいな、ちょっと若干。眉間の深さ。あ、これ深くいきたい、これ。よし、これがいこう。凹凸。凸。え？まあ、凸。目の位置。まあ、これで OK ね。目の大きさ。あ、大きい方がいいな、目の。めっちゃ怖すぎるやろ、これ。これ怖っ。こんな男前って目大きい人こんな変わるんやな。めっちゃ怖いぞ、これ、なんかもう。こうやって怖いわ、ちょっと。おう。スーパー男前になるな。目の傾き。ん？うわ、もう、わからんわ、こんなもん。わからん、わからん。これほっとこう。目の感覚。あ、ちょっと広すぎる。あー、ちょっと広すぎるな。これ、寄った方がかっこいいな、これ。あ、わかんない。寄りすぎたあかんわ。うわ、微妙。あー、もうわからんかった。瞳の色。あ、これでオッケー。はいはいはい、これでオッケーね。目に、まぶたの明るさ？え？わかんねえ。どこが変わったんかわからへん。なるほど、なるほど、なるほど。もうちょっとなんかどんどんおかしなってきそうやかな、これやっとったら。アイライナー。なんか、過去の原型がもうどんどんなくなってきよう気がするけど、まあええか、ちょっとやっていくか。アイシャドウ。あ、もうわかれへん。これちょっと絶妙すぎてわからんな、もう。ここまで来たら。タトゥー。ヒゲ。あ、ヒゲは普通か。あ、こっちの方がこれええかな？うん、この顔的に。こっちの方がええな。あ、これの方がええな。繋がった方がかっこいいな、こっちの方が。よし、これでいこう。で、タトゥーはまあもうこれでええわ。で、顎もまあもう見えへんから OK と。口も OK。とりあえずこれで OK かな？ちょっと、ヘルメットが似合わんな。まあこれはまあ、いずれ変えれるでしょう、まあ多分ね。ちょっと体つきももうちょっと変えとこうかな。体格を、あ、もうちょっと細めにいこう。で、ああ、もうちょっとなんかちょっと体質で、あ、じゃ体質じゃ、体格で、なんか上が細くて、ああ、ちょっと待ってよ。ちょっとでかすぎるな、これは。やっぱこれぐらいがいいか、ちょうど。ちょっとこの顔、おー、まあこれぐらいかな。よし、オッケー。いやー、長かった。できたー。作成終了。本当にこれがあるんですか、ですか？イエス。いやー、できました。長かったかなり。まあもうあれ、もうやり出せばね、もう無限に多分もう、あれがあるんで、ここに来る連中はみんな同じさ。呪いを解くためにってね。お前さんもそう聞いてきたんだろ？さて、できるかね、お前さんに。できるといいね。なるほど。呪いを解くために冒険をすると。亡者から元の人間に戻るために。まあ、そんな感じですかね。冒険する理由は。その扉から外に出れば、すぐに王国にたどり着く。はい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 。お前さん、ソウルを落っことすんじゃないよ。あ、最初落っことしたやつやな。その度にお前さんは亡者に近づく。え？もっとも？落とすじゃろうがの数えきれんほど何度も。要はつまり死ぬってことやろ、何度も。Again。 恐ろしいな。これから何度死ぬやろ俺は。
いやマジでこれから何回死んでいくんやろ。はあ、やばい。まあ、戦ってんのにもう汗かいとるもんな、すでに。何もしてない。キャラクターメイキングしかしてないのよ。もう、汗でびっしょりやもんな。おお、いい。え、なんだろう、ちょっとわからん、わからん。いきなりこれも、はあ、怖い。この、何これ、何これ、何これ。何これ、話してみよう。ここは狭間の場所、ドラングレと外界をつなぐ、変幻の地です。あなたも何か訳がおありなのでしょう。でなければこのようなところを訪れる理由もありません。ここはもうすでに滅びた国なのですから。はあ、どうしよう。次、あ、違う違う、これ攻撃ね。攻撃の仕方いまいち分からないけど、ん、ちょっと、ま、マスターしとこう一回。あ、これガード、ガードっぽいな。で攻撃これか。あ、なるほど。4回攻撃ね。お、これも一撃。ほうほう。1。あ、なるほど。あ、体力回復というのは攻撃できんのか、これ。1、2、3。とどめの一撃。あ、なるほど、なるほど。一応攻撃はマスターした。まあ、喋っとくか、一応、こいつらも。ヒッヒッヒ。あ、それだけ？ヒッヒッヒ。あ、もっとヒッヒッヒしか言わんのか、これ。とりあえず、ちょっと行くけど、ちょっと怖いから、ちょっと見舞っとこう。あれ？あ、あ、金回避ね。まあ、これはモンスターだと一緒か。あ、武器しまって。え？なになに？なんか使ったぞ。なんかこう使いよったぞ、勝手に。いや、とりあえず上行こう。なんかあるかもしれん、上に。お、あった！やはり。発見！アイテム拾う。人の像。まあ、人の像ゲットしたけどよくわからんけど、とりあえずまあ、アイテム取っとくべしやな、これ。うん。とりあえず、そして、スタート。装備。装備を、今、ショート棒、ハンドアックス、ブーツ、ブーツ。あ、めっちゃ能力上がるやん。え、装備しとんか、これ。ちゃんと。え？ちゃんと装備しとんか、こいつ。あ、装備しとるっぽいな、これじゃあ。とりあえず、装備品をまず装備して、あ、装備しとるな、これ。あ、そう、なるほど、なるほど。ショート棒とハンドアックスだけか。ちょっとじゃあ、お、なんか爪、え？あ、やーか、これ。これ何？これなんだろ？これ説明、載ってないもんな。説明、説明、説明。表示切り替え。なんや、これ。ヘルプ。総合的な能力の高さ、ソウルを使うとレベルアップできる。レベル。え？レベルか、これ。あ、違う違う。あ、あ、これはこれか。あ、なるほどね。これちょっとなんだろう。霊石。もうちょっとよくわからんけど、まあもういいわ。で、インベントリーバッグ。お、あ、もう除外してちゃう。あ、さっきゲットしたやつですね。あ、HP 少し回復。なるほど。ダークリング、ソウルを失い最後に帰属者、焚き火に戻る。決別の黒水晶。元の世界に戻す。元の世界に戻る。理の骨。断りの骨。他者との世界のつながりを回復する。何かの化石。触ると気持ちいい化石。もう意味わからへんけど。まあとりあえず、うん、これは OK と。だいたい理解した。プレイヤーステータス。プレイヤー情報。ちょっとここ見とこう。あ、もう見てわからんわ。ちょっと序盤なんで、とりあえず確認しながら。お、いいね。ほう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 。まだまだということか。メッセージ。ゲームオプション。いやーもう行くしかないか。なんとかね、ごまかしながら時間をここで経過させようというね、目論んでたんですけど、いずれ行かないといけない。怖い。ただね、ワクワクしてる自分もいるんですよね。なら、ちょっとスロットの使い方もマスターしとかなか。あ、あ、お、すげえすげえすげえ、付け替われる。お、弓は装備できるやん。あ、これ下押したら回復するわけか。なるほどね。あ、オッケーオッケー。あれ、どこ行ったんこれ。あれ？あ、こっちか。オッケーオッケー。まあ、斧で行こうかな。さて、行きましょうか。と、その前にとりあえず20分来たので、一旦とりあえずここで切って、次この、次。おそらく敵が待ち受けるであろう、ところに、生きていきたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。